サッカースタジアムの候補地は本港区エリアの浜町バス車庫とドルフィンポート跡地、住吉町15番街区の3カ所で、中間報告ではドルフィンポート跡地が最も整備費がかからず黒字が見込めると試算しています。鹿児島市は中間報告に対する市民の意見を募集していて、来年1月に取りまとめる最終報告に向けた参考にしたいとしていますが、市民の関心は。やっぱり中間報告が上がりましたか、ご存知ですか。知らないです。サッカースタジアム自体には興味はありますか。あんまり。なんかちょこっとだけ話はしてます。天文館と近かったりとか、立地的にはとてもいいと思うので、はい、海の近くですし、いいかなと思います。身近にないんですよね。サッカー競技場って目打ってるから、の分かんなくなるんですよね。まだまだ広く市民に知られているとは言えない状況です。そんな中、中間報告を多くの人に知ってもらい、整備に向けて盛り上げていこうと開かれたのがシンポジウムカゴスタトーク2022で、サッカーファンや市民ら241人が参加しました。イベントでは鹿児島市がまとめた中間報告の内容が説明された後、サッカーやラグビーの日本代表経験のある選手らをゲストに迎え、印象に残っているスタジアムや理想のスタジアムについてトークを展開しました。イギリスの、トゥイキナムスタジアムっていうところがすごく印象に残っていて、バー行って準備して、そこの行くまでの過程もすべてこう楽しむ、ラグビー見るだけじゃなくてそこの行き帰りも楽しむような、あの文化ね、もう本当地域根付いてるなっていうのはすごく感じました。スタジアムでファンの方と近くてっていうのが理想だなっていうふうに思いますね。一緒にこう来てくれてる感じがして、もう本当に後押しって言うじゃないですか。もうまさしくなんですよ。もうなんか一緒になって戦ってるなっていう気持ちになれますし、また鹿児島での理想のスタジアムについては、地元の人たちが来たくなるような、例えば子どもの遊び場があるとか、もういろんな人をターゲットっていうか、それによっても何でもあるようなスタジアムができたらよりいいなと。鹿児島満喫ルームみたいなね、作って試合を見ながら、そこに砂風呂を作っちゃう。砂風呂を作って、あ、いいですね。でシャワーして試合見る、見て黒豚食べて、さつまいも食べて、さつま揚げで、あの芋餅炒めて、最高ですね。世界中のスタジアムを見てきた選手ならではの話に、訪れた人たちは楽しそうに聞き入っていました。早くスタジアムできてほしいっていう気持ちになりました。具体的になんかこうビジョンがこう見れて、すごくいいシンポジウムだったなと思います。サッカー専用スタジアムはフィールドとの距離が近いとかもあるので、ユナイテッドのチームが勝ちやすい、サポーターが応援しやすい、盛り上がりやすい、そんないいスタジアムができたらなと思います。改めて桜島の景観、そして鹿児島ならではの食を生かしたスタジアム、そして温泉の活用、ものすごく県外の方から見てもポテンシャルが高いんだなということを感じました。みんなでスタジアムの未来を語るって面白いよね、ワクワクするよねということが分かったんじゃないかなと思っています。整備に向けて盛り上がりを見せる一方で課題も残っています。鹿児島市が事業性が高いとしたドルフィンポート跡地では、県の新たな総合体育館の建設計画も進められていて、市が示した配置案では県の構想に大幅な変更を求める形となっています。県との協議について現状は、今のところその積算の、まあ、建設費、維持費、経済効果の積算に関する、まあ、根拠のお問い合わせをいただいているようですので、まあ、そういったお問い合わせに対しては丁寧に答えていきたいというふうに考えております。これからいろいろな課題も見えてくるかと思いますので、一つ一つ知恵を出し合いながら乗り越えていきたいというふうに考えております。県と市、
ともに間もなく始まる定例議会、双方からどのような意見が出てくるのか注目です。